表面の人間の中がない海鮮とか、そういうのがこっちだね。こっちはそれ、ちっちゃいのだから、サンタムシの入りから、ちょっとこっちだね。2週間、日曜日しか休みじゃないから、取れないから。いいです。検査だけしといて、うん、それで、電話でいいですよ。例えば、この子を検査して、一泊止めてもらって、翌日に手術とかっていうのができるのかな。だから、翌日とか。電話でちょっと壊れて、ちょっと待ってください。当時何時って15でしょ。今が18でしょ。19で、半日なので。翌日っていう風にしていただけると一番、本当はね、検査結果出るまでね、あ、ちょっとね、時間があった方が嬉しいんだよね。そうすると外注で出せるから、いいかも。まあ、一回じゃあちょっと考えてきます。だから、はい、検査の結果が問題なければ、はい、翌日や、はいはい、それはもうみんなに決めさせないと、はい、結果出せないから、はい、そういう風にしますか。はい、この子も一緒に連れてきて、はい、この子の検査もじゃあいいですか。いいですよ、はい、18日ね、はい、火曜日に朝ご飯食べさせずにご飯持ってきてくださいね。はい、で、運調しっこが取れたら取ってきてください。はい、よかったらいいですけど、はい、じゃあちょっと森岡さん時間くださいね、少し。はい、じゃあ、とりあえずすぐに何をやらせます。ワクチン処置とレボとインタクロンを投与します。こっちもワクチンとブロードラインで初診と、これは今回で臨時だけど罰にしてください。ラーメン。はい。
はい、吉田さん、マロンちゃんお待たせしました。すいません、お待たせしました。予報ですよね。どこだろう、これかな。はい、こっちにここを混ぜてね。はい、ちょっと食欲ないみたいな。運気は毎日出ます。毎日出ます。運気は300です。普通の運気出ます。普通の運気で毎日出ます。うん、だからちょっとダイエットしていいですか。触った感じがなかった。この間も言われたから、ね、この間がね、3900、今日が4300。だから多分ね、ちょっと減ってそれでちょうどいいんですけど、前の量がどんどん増えちゃう、うん、落ちて運動してます。結構走り回ってます。だから、ゲームだけやってます。やってます。結構、あんまりなんない。ボール投げちゃうのに。結構乗ってますね。どんどんボール投げしてね、カロリー消費しちゃってます。口振主役部に入れようと思います。